皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木瑠衣でーす。小板橋豊です。さあ本日はですね、どこですか？ここはアルツバンダイスキー場です。のナイターでございます。ナイターでございます。アルツはですね、下のコース1本だけナイターが滑れるんですね。そして僕驚きましたよ。はい、圧雪入るんですね。圧雪入るんですよ。最高だなと思って。最高っすよね。はい、みんなもう気持ちよくて、ね、あーもうナイターでこの感じ滑るって絶対いいですよね。絶対いいっすね。で冷えてるから多分昼間ほどボコ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 ならないだろうし、滑ってる人もそんなに多くないしね。はい、はい、っていう感じで、これからトウヤ君と一緒にナイターセッションをしていきたいと思います。はい、はい、そんなにシャドウあるところは滑れないじゃないですか。そうですね、まあ、コース自体がね、はい、ちょっとメローな感じというかね、うんうん、一番下のペアリフト今回す感じです。はい、普段はねクワッドリフトも回ってるんですけども、今日はなんだか知らないですけど僕が来たからかもしれないですね、ペアしか動いてないです。はい、っていう感じなので、緩斜面をどう楽しくフリーランカービングするかっていうのをトウヤと2人でやってきます。はい、行ってきまーす。行ってきまーす。じゃあ行ってみますか。はい、先行でいいよ。ありがとうございます。はい、行ってみよう。よし、面はすごい圧雪してあっていいですけど、やっぱりでも柔らかいのは変わらないんで、そんなに埋まっていかないような乗り方して、やっぱ緩斜面なんでこう楽しくトリックも入れたりして滑ってみました。しばらく見なかったですけどね、乗れてるじゃないですか。はい、乗れてますね。乗れてますね。いけいけですね。いいですね。自覚してるもいいですね。それは最近俺乗れてるんですよ。自覚がたまんないですね。はい、はい、最近調子いいってのは本当に。はい、ちなみに何考えて滑ってる？最近は最近はとにかく今まで東サイドの山回りが課題だったんですよ。はいはいはい、はい、それもやっぱりこう切り替えようとするときに早くから切り替える動作を入れて踏んでたんですよね。ヒールからトーに入った時の話。はい、はい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 、あ、いや、トーからヒールに行く前です。おお、トーの山回りで、はい、トーの山回りの話だ。切り替えようと思って、そのタイミングが早くて、もうピーク過ぎたらだんだんこう踏んでいくっていう意識だったんですけど、それだとガガガってずれちゃう時が知っちゃったの、気づいちゃったの、はい、あらまー。でやっぱりこうヒール入る時も横に行ってから入りたいんで、うん、もうちょっと我慢する癖を最近つけて、今は滑ったのもすごく搭載で良かったし、うん、つまり良かったね。はい、最近はそういうのがなくなったんで、うん、本当に乗れガガガなくなった、はい、いいと思います。なんかウェイトを自分の自重をしっかり乗せて乗せ切ってから、はい、その後何かアクションを起こすっていう風に変わってきたよね。はいはい、そうです。なんか今までそこが乗り切れてないのに早く踏まないとっていうのはちょっと思ってたんだけど、うん、だいぶ自分で自己解析してそこを修正したわけですね。はい、修正しました。完璧じゃないですか。最近だから本当に調子良くて、はい、気持ちいい限りです。いい感じですね。じゃあ僕も見習って次滑ってみたいと思います。はい、お願いします。よろしく。はい、
気持ちかったですね。気持ちかったですか。そして緩斜面がっつり痛くんだので、すんごい疲れるっていう感じもあります、うんうんうん、でもそれが充実感じゃないですか。はい、はい、緩斜面は板踏んで走らせたいのでやっぱり疲れるっす、うん、なんでジョギングしてる感覚じゃないですね。もうね、全力疾走しに行かないと。全力疾走っすね。で、あの緩斜だと板走んないので、はい、なのでテクニックをどうこうってよりも自分の体重をしっかり乗せて、それをブワーンって踏み込んで板に伝えて、それの連続なので毎ターンスクワットしてる感じでした。そうですね、はい、結構面白かったです。はい、はい、アルツのナイターはこうやって圧接も入りますので、ぜひともカービング好きの方はチェックしておいてください。はい、とっても練習になる番です。それではまた、スノーボーダーのおきゅうでした。おきゅうでした。